債権者政治家組織48等において債務者大津彩香は代表者の職務を執行してはならない。債務者政治家組織48等は債務者大津彩香に上記職務を執行させてはならないというですね、実は裁判官の指示によって書き換えをさせていただきました。で、書き換えをしたと同時に、この殺し人はいらないんじゃないということで、原告のですね、原告は斉藤健一郎で、被告、政治家女子48と特別代理人立花隆と、大津彩香っていう形で、この仮処分の方がスタートしました。で、まあこれはこれまで隠してたんですが、ここに書いてある通りですね、3番、これ裁判長がこうしたらどうですかって言ってるんでね、本案判決確定に至るまでというね、この本案というのが本裁判のことです。で、実はもう本裁判の方も、出してます。起こしてます。先に本裁判の方やった。で、本裁判の方は、これはちょっと時間がかかります。なぜかというと、時間をかけて徹底的にお互いの主張をぶつけていきましょうっていうものなので、本裁判というのは2ヶ月に1回ぐらいのペースです。まあ、早ければ1ヶ月に1回とかですけども、まあ遅いんですよね。で、仮処分というのは、お互い呼び出して話をする。で、もう本当に1週間単位のスケジュールでお互いの主張をぶつけて会っていくということなので、決定まで、いわゆる裁判の終了までが、結果までが早いというものです。まあ、現に、4月の9日に大津さんは仮処分を起こして、5月の26日には、決定が出てるということからして2ヶ月以内に決定までに至ってるんですね。そういうことからしてですね、この仮処分というのはまさに仮なんですね。で、この本案、確定に至るまで、簡単に言えば大津さんは、政党の職務を執行していけませんよと。職務執行していけませんというのは結構大きくてですね、まあ、こちらが最初求めてたのは、まあ、債権をね、債務を作っちゃいけません、どっかと契約していけませんとか、そういった結構具体的なこと書いてたんですけども、まあ、とにかく大津さんはこの党の仕事に関して決定権を行使しちゃいけませんっていうことをこれからそれが必要かどうかを争っていくっていうことになります。で、今のこの政治家女子48党の実態についてちょっとそれぞれの立場があるんですね。まず法務局、これ登記簿出すところです。法務局は明確に大津さんと決定しています。これは明確に、法務局は大津さんだと言ってるんですね。で、これはなぜこういうことを言ってるかっていうとですね、大津さんが、辞任届に判子を押さないっていうことが、これが法律によって定められてるんですね。政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2とか、7条 2項の、まあ、2項4号ですね。まあ、これ決定書なんですけども、裁判所が作ったものですが、これ確かにね、今の状態だと大津さんが登記簿上の代表なんですね。で、今度総務省はどういう状態かっていうと、これまだ答え出してません。検討中です。大津さんなのか斉藤君なのかについて、4月からずっとやってるんですけど、未だに判断してません。もし大津さんだというんであれば、我々が出している変更、代表者の変更の届け出をやっぱり却下しなきゃいけない。でもそれはまだしてないんですよ。まあ、総務省の方は今のところ選挙が行われないのでこういう状態でいいと思います。まあ法務局とはちょっと法律が違うんですね。ここは法務局はこの政党助成金云々間の付与法に基づいてやらなきゃいけない。総務省はこれは政治資金規正法というですね、法律に基づいてやらなきゃいけないということです。総務省の方は大津さんが代表者だっていうことを裏付けるための法律は持ち合わせていないんですね。持ち合わせていない、間違いないと思います。で、形式審査なので出てきたら、この人に変えますって出てきたら変えなきゃいけないはずなんですが、総務省は今検討中です。で、次大事なの実態ですね。実態がどうなってるかっていうと、斉藤君が代表という可能性が、これがちょっと極めて高い、ハテナマークがちょっと入りますね。これ今党の運営をしている実態が斉藤君が代表で運営しているのか、まあ、大津さんが実態なんだという方は非常に少ないと思いますけども、まあ、ここはちょっとハテナマークが入ります。で、裁判所司法審査、まあ、司法審査、これをですね、やる場合とやらない場合があるんですね。で、前回の決定書ですね、この決定書です。
5月26日付で、裁判所が決定した、千葉地方裁判所が決定した、この決定文ではですね、司法審査は行いません、つまり、法務局はどっちか決めました、大津さんです。で、総務省はどちらか決めなきゃいけないので今検討中です。で、裁判所はどちらか決めることをしないって言ってるんです。斉藤君か大津さんかを決定することはしないというのが裁判所の5月26日付の決定書の内容なんですね。で、じゃあこの決定書の4ページ目にどう書いてるかっていうとですね、ここです。またから始まる部分ですが、政党内で自律的に選出された代表者が党規規に反映されていない場合、これを是正する局面において司法審査の対象となり得ると書いてるんですね。これ分かりづらいかもしれませんので、ちょっともう一回読んで解説していきますが、また政党内で自律的に選出された代表者が党規に反映されていない場合、これを是正する局面において司法審査の対象となり得ると。つまり政治家女子48の中で自律的に選出された代表者が党規、この法務局ですね、党規に反映されていない場合、これを是正する局面において司法審査の対象となり得るっていう。つまりこの実態というのはもうちょっと分かりやすく言うとですね、いわゆる規約に基づいて誰を代表にするのかを、まあ、いわゆる党の総会で決めて、まあ、あるいは役員会で決めてやって、実際どういう形で運営しているのかっていうのを見ているわけですね。だからそれとこの党規模ですね、もうこれ括弧書きに明確になってます。党規括弧、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2、第1項、第7条2項、4項。つまりこの法律って何が書いてるかっていうと、法務局に対して、代表者が大津さんから斉藤君に変わったというような届け出を出したんだけども、法務局はそれを認めてくれないような場合においては、裁判所はですね、司法審査の対象にするって言ってるんですね。ここです。これがあるので、このまま裁判が代表者をですね、決める裁判をこれからしなきゃいけないという判断を裁判所がおそらくしてくれてるんだと思います。ではね、その司法審査の対象にならないっていうのは、これまで、まあ、共産党の袴田事件っていうのが有名なんですが、これは一党員がですね、共産党を除名になるのか除名にならないのかっていう程度の話なんですね。で、それは共産党というものとか一般の人にとってはもうそのクビになった人にしか影響がないので、全然勝手に党内でやってください、だから裁判所は判断しませんよとこう言ってるんですけども、まあ、今回の代表者に関してはあまりにも影響が大きいわけですね。で、影響が大きい、まず何がありますかと、これですね、給料、党の職員に対しての給料が未だ払われてないわけですね、まあ、凍結されてるために。もちろんこれに関してお給料払わなきゃいけませんよねっていうことが、これ斉藤君側は言えるわけです。あと参政党に対して行っている刑事告訴っていうのがありまして、これが7月末までに出さないとですね、受理されないんですね。これ党が被害者なんで、ここも問題があります。で、もちろん債権者への対応ですね、直ちに返金できるかどうかはさておき、党は333名の方から、10億トンで4100万円ものお金をお借りしてるわけですね。で、この方々への対応、今直ちに全部返すことは確かにできないけども、今後こういう形で新しい借り入れをしながら全額お返しする方法もあるし、お借りしてる中の例えば4分の1とか半分とかっていうような債権者への対応というのもしていかなきゃいけないですね。返金を求める人で、いつ選挙があるか分かりません。衆議院の名簿の提出権っていうのが、これがポイントとして出てくるんです。これ斉藤君の言い分、それが出てくるんです。前回の大津さんの言い分はこれ逆だったんでね、何を言ったかっていうと、大津さんは別に給料払うって言ったわけでもないし、選挙の時に誰がって言ったら、この時にはちょっと裁判所はこれは僕判断ミスしてると思うんですけど、まあ斉藤君代表も大津さん代表もそれぞれ選挙に出れたんだから、別にどっちが代表者でもいいじゃんっていう形になってます。で、大津さんは、党内の不正を暴くっていうようなことをおっしゃってたんですが、党内の不正を暴くのにどっちが代表者なんか決めなくていいっていうことで、司法審査罰になるね。で、今回はお給料の問題とか、その他の裁判の問題とか、まあいろんな問題があるので、
どちらが斉藤君か大津さんかどちらが代表者なのかを本裁判が終わるまでに仮に決めておかないと、どちらかがやったことが違法行為になって相手方に迷惑かけてしまう。つまり大津さんが代表だと言って政治家女子48の代表者だからと言ってあちこちで契約をしてしまう。例えばあなたにお給料払いますって言って従業員を採用したりとか、お金貸してくださいお金借りてくるってやった時に、じゃあいやでも本裁判が終わった時に大津さんにはその権限がないとなったら、困るのは大津さんに雇われた人とか大津さんからお金をもらえる人ですね、まあ大津さんにお金を貸した人、そういう人が困る。